はい、皆さんこんにちは。本日はですね、フルサイズの、カメラを外に持ち出して、20ミリのレンズをですね、考察ということで、野外に出てきました。カメラはですね、α7-3、PP10 の 4K24P、オリジナルのラットを当ててます。でレンズが20ミリの F1.8 ということで、まあ、シミュレーションしてます。はい、でジンバルがね、パイロットフライ T1 というね、安定した、まあ、ジンバル、これを使って、まあ、グリップを片手持ち で自分にカメラを向けて自撮りをした時に自分の顔っていうのが果たしてどれぐらいのアングルで収まるのかっていうね、はい、そういう検証をしてきました。はい、ご覧いただきましょう。まあ、収まり具合としてはこんな感じ、いかがでしょうか。まあ、左右ねグリップ持ち替えて、はい、非常にね大きすぎず小さすぎずっていう感じでね、こうやって歩き撮りなんかすると、まあ、グリップとカメラ、まあ、カメラと、顔の距離かは、まあ、30センチから40センチぐらいになると思うんですが、まあ、それでもですね、背景、森を散策するとか、そういった時にですね、後ろがどんな状況なのかっていうのをね、しっかり伝えられるような、まあ、適切なアングルじゃないかなっていうふうに思いました。でここではね歩き撮りしてますが、まあ、試しにね、まあ、ジンバルのテストっていうのも、まあ、兼ねて走ってみました。まあ、後ろの背景がね、全然ブレてないっていうのがお分かりかと思います。パイロットフライ T1 を使ってます。でちょっと見上げるようなアングルでね、皆さんがよくやるような、まあ、木々がこうやってガーッとねスクロールしてくるような、まあ、そういうアングルで、撮るっていうのもね、効果的ですよね。 Vlog 派の方なんかね、よく使うんじゃないでしょうか。まあ、こういう感じで、撮ることもできます。で今度ね APS モードで、クロップでね、換算 30mm で撮ると、顔の大きさはこんな感じになります。いかがでしょうか。スマホでね自撮りした時もこんな感じじゃないかな。まあ、一応ね顔は収まるんですけどね、まあ、短編側もギリギリ、まあ、顔の長さになってしまうと。で走り込んだりとかするとね、まあ、アップダウンして、まあ、上下が切れるっていうね、まあ、かなりね窮屈になってくるかなということでね、再びフルサイズ 20mm で、まあ、だいぶ違いますよね。はい、まあ、ちょっとね胸のあたりも映ってるってことで、まあ、必要以上に顔を大きくせずに、まあ、周囲に何があるのかっていうのをね、伝える上で、まあ、この 20mm っていうのはちょうど良さそうな、印象を受けました。ではね開放の時にね 1.8 でボケ量はどうかということで、まあ、フルサイズであること、あとね開放であることも相まって独特の雰囲気になりました。広角なのにねこうやってボケてるっていうね、まあ、それなりにやっぱりカメラ寄ってますんでね、だいたいまあ30から40センチぐらいの距離なんで、まあ、背景がねかなりボケてくれる。でピントが浅くなる。被写界深度が浅いんでね、これもねピント外してますよね。まあ、解決策は2つで、まあ、AF 対応のレンズを使うってことと、あとまあ α6400 とか600とか自撮り対応のねそういうカメラを使うと。はい、あとね野外でのね 20mm 開放で撮った時っていうのは、あの可変 LD フィルターっていうのはねあんまり使わない方がいいんじゃないかなと思いました。これご覧いただくと分かるんですが、青の濃度がねちょっと不自然に変わってるかなっていう印象を受けました。はい、というわけでご覧いただきました。いかがだったでしょうか。まあ、今日はですねこのジンバルの上にフルサイズのカメラ、フルサイズのレンズを搭載して自撮りをねしてきました。でそこでいろいろ思ったことがありました。まず一つ目ですが、やっぱりねソニーの E マウントのカメラ、フルサイズのカメラっていうのは液晶がこっち向かないんで自分を確認することができないね、自分のその肌の色とか明るさですね、見てる人ってね、その人間の肌についてはものすごく敏感なんですよね。明るい暗い青いとか赤いとかね、そこってねすごく敏感だから、撮影側としてもねなるべくそこの光量調整とか色の調整っていうのをしたいんですが、まあねなかなかやっぱり見えないんで、そもそも見えないんでね、その調整をしようがないというところ。まあだからね後処理で、まあ、それは調整すればいいんでしょうけど、やっぱ限界があったりとかね、黒くシルエットになって潰れてたりとかすることがあって、やっぱりねこのフルサイズっていうのは自撮りに適してないなっていうことを思いました。はい、ですのでもったいないね、フルサイズにこの 20mm のね、まあ、もしくはそのソニーから出るね 20mm の 1.8、 あれはオートフォーカスがついてるから、だからねこうやってまあ距離を変えても追従してくれる。だからね、まあ、先ほどのあの動画の中でもありましたように、ピンボケっていうことがない、まあ、ほぼね、
はい、ソニーのカメラだったらおそらくね、大きくピント外したりとかってことはないと思います。はい、まあ、そこについてはね、その新しいレンズを買えば、まあ、AF については解消するということでいいんですが、まあ、最終的にね、自分の肌の色とか明るさっていうのが、特に明るさね、がどれぐらいなのかっていうのが調整しようがないっていうのがね、非常に残念だなと思いました。でね、この露出の調整については、この前玉のところにね、可変 ND フィルターを導入することで、まあ、何もね、背面に手を回して、ISO 感度とか絞りをカチカチやらなくてもですね、まあ、そこは調整ができるということで、それはそれでいいんですけど、まあ、なんせね、見えないっていうこと、これがちょっとね、やっぱり、まあ、欠点かなって思いました。はい。で、そうなってくるとね、やっぱりね、自撮りっていうのは、まあ、背面液晶がこっちに向く、α6400 とか600とか、あと6100もそうでしたっけ。はい。まあ、そういったものを使うのが、やはりいいのかなって思いました。で、そうなるとですね、今度はね、ややこしいんだけど、20ミリのレンズを、APS-C 用のカメラにつけたときに、6600とかにつけたときに、換算30ミリになります。で、そうすると、どうなるかっていうと、これぐらいのサイズの顔っていうのが、これぐらいの顔になるっていうね、まあ、私みたい、まあ、これがね、綺麗な女の方とかだったらいいんでしょうけど、まあ、私とかだったら、やっぱりね、大きく写したくないっていうのがあってね、あんまりね、はい、野外とかで。うん、でそこあって、まあ、これぐらいのサイズ、せいぜいこれぐらいのサイズで写したいと。別に自分の顔が見したいわけじゃなくて、私の場合だったらね、私そんな普段日頃 Vlog とかっていうことはあんまりしません。何するかっていうと、やっぱりね、解説系が多いんですよ。解説系ね。そういった時に、まあ、とにかくね、今もこうやって自撮りしてますが、まあ、自分を撮ることが多いです。はい。そういった時にですね、まあ、やっぱりこれぐらいのサイズで収まってほしいなっていうのがあって。だそこがね、一挙両得できないっていうのかな。フルサイズに20ミリの今回のソニーのレンズをつければ、画角的にはこれぐらいのサイズで一番いいと。うん。いう反面、液晶が見えない。で、APS にすると今度は30ミリになってしまうということで、まあ、現状やっぱりですね、まあ、Vlog 派の方々が、まあ、皆さん使われている、Sigma のね、16ミリの F1.4。まあ、あれだと換算24ミリになりますんで、まあ、こんなもんですかね。これぐらいのサイズ、うん、多分ね、これぐらいのサイズで自撮りができるという感じで、まあ、一番多分そこに落ち着いてるんじゃないかなって思います。はい。まあ、できればね、私的には、まあ、これぐらいまで、はい、引きたいなっていうことで、後ろも、より広く映りますんでね。はい。ですので、ちょっと悩ましいところですね。はい。で、ここでね、何が必要なのかってことを、まあ、整理するとですね、一つは、まあ、今言ったように、α6600 みたいなカメラが欲しいなっていうことと、あと、まあ、そのワイドアングルをオートフォーカス付きで得ようと思ったら、まあ、これだったらマニュアルになっちゃうからね。はい、これ2個のレンズだから。うん、そうなると、オートフォーカスが欲しくなるってことは、まあ、ソニーのね、今回の 20mmF1.8 が欲しいなってことになります。この両者、ね、相反するところがあって、両方手に入れると、それはそれでアングルが狭くなっちゃったりとかっていうのがあって、で、迷うんですよ。で、迷う要因はもう一個あってね、何かっていうと、価格がね、同じぐらいなんですよね。20mm の F1.8 も14万ちょい。で、α6600 っていうのも今ね、価格、コムの最安値見たら14万円台でした。ほぼ同額なんですね。これもね、やっぱ悩ましいところで。うん。どっちかに行くと違う路線に行く、それぞれね。うん、それぞれ、同一方向に向かわないってことで、いや、ほんとね、悩みは尽きないなって。うん。そこで、その、まあ、冷静になってね、その 20mm の 1.8 というレンズ1本買う、というのと、その α6600 っていうカメラを買うってこと、どちらが、価値がね、まあ、自分にとって、皆さんにとって、高い、のかっていうところを、再度ね、まあ、考えていただいて、いい買い物をしていただきたいなっていうふうに思います。まあ、今日の話はですね、あくまで、自撮り。マイノリティです。みんながみんな自撮りしてるって私はあんま見たことないですからね。こうやって自撮りしてるってね。特に一眼とかでね。はい。だから、まあ少数派の意見、検証ではありますが、まあお役に立てればと思います。で、最後にですね、まあやはり皆さんね、まあカメラっていうのは自分に向けるもんじゃなくて、やっぱりね、あっち向けるべきだろうということで、まああっち向けて撮った作例ね、そちらの方もご覧いただきたいと思います。それを見てね、終わりにしたいと思います。はい。というわけでチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。
ー